あれから俺の目の不思議な力は発動しなくなった。ゴーストがいなくなったせいなのか、それとも。ボルト、朝ごはん早く食べないと遅刻するわよ。すぐ行くってばさ。ま、いいか。ここもすっかり元通りになったな。めんどくさかったんだぜ。で、家計すみれはどうなってる？うん、全部話してくれたよ。そうか。一つ気になったんだが、何が彼女を土壇場で踏みとどまらせたんだ？ボルトだよ。正確にはアカデミーの仲間たちってことさ。ずっと一人だった彼女にとって、初めての友達との生活は楽しかったんだ。なんだ、そういうことか。現場にアカデミーの生徒がいたのか。いや、ヌエの力を目の当たりにして、仲間との思い出の詰まった里が壊される恐ろしさに思い立ったってとこかな。本当にそれだけか？あの場に誰か。わかったってばよ。子供は親を選ぶことはできねえ。でも仲間は自分で見つけ出せる。よかったな、アカデミーの入学を認めて。あ、そのことだが、今後も彼女をアカデミーに置いておくのは厳しいかもしれないぞ。もうじき校舎の工事も終わる。つまりここでの授業も終わりということだ。やっとここから解放されるぜ。今日は新しいスリーマンセルを組み直してもらう。こないだ組んだ班とは違う班を組むってことですか？そうだ。いろいろと試して、卒業後一緒にチームを組む仲間を見つけるのだ。委員長、筧井さんはどうするんですか？もうずっと休んでますし。彼女の復帰は未定だ。体の状態が安定しなければ、忍びとしての訓練を行うことは不可能だからだ。もしかして、アカデミー辞めちゃうんですか？それは、わからない。我々にできることは待つことだけだ。とにかく今回は今いる者だけでチームを組む。わかりました。私お見舞いに行こうとしたんだけど断られちゃったんだ。先生の言う通り、今はそっとしておいた方がいいのかも。班を組んだ者からフォーメーションの確認をしておくように。明日実践形式の訓練を行う。今回はどうすっかな。僕はボルトと一緒の班にするよ。またかよ。お前に他の選択肢はねえのか。僕は君をそばで見ていたいんだ。そう言うと思ったぜ。でも今のボルト君についていけるのは美月君か岩部君ぐらいしかいないよ。電気はどうすんだ。電気は俺と組むんだよ。え、本当か。うん、岩部君に誘われたから。悪いかよ。んじゃあ俺たちは歯科大でも誘ってみるか。悪いなボルト、もう組んじまった。お前らイノシカ長じゃねえか。親がチームだからって俺らまで同じにする必要ねえって、今までこの選択肢は避けてたんだけどな。術の相性が悪くないのは分かってるんだけどね。実力のある漫才コンビは普段から仲良くしてる必要ないし、適度な緊張感が必要な関係なのよ、あちら。へえ、歯科大君たちにとってはこれがありえない組み合わせだったんだ。めんどくせえんだよ、いろいろと。仕方ねえな。他当たるか。言っとくけど、サラダも俺が誘ってあるからな。なるほど、岩部が前衛でサラダと電気に援護させるつもりだな。なんでわかったんだよ。狙いが単純なんだよ。ま、でも悪くねえと思うぜ。そうか。こっちもダメか。おメタル君はどう？悪くねえな。緊張する癖をどうにかすればすげえ強えしな。僕としては委員長を誘ってみたかったんだけどね。彼女強いから。美月！声がでかいんだよ。そういや、あれからゴーストは出てないんだよな。なあ、
俺の目も何の反応もしなくなったしな。刑務部に預けた段階で俺らにできることはなくなったしな。これで事件も終わりだ。委員長大丈夫かな。里への反逆行為だもんね。もうアカデミーに戻るのは無理かもしれないよ。そんな。絶対戻ってくるってばさ。なんでそう思うんだ。委員長は委員長だからな。何それ。ま、どうするかは大人の考え次第だろうな。大人かねえ。それで最後の一人はどうするの。筧すみれについての報告書が届いた。はい。今は根の生き残りが接触してこないように刑務部に保護されている。アカデミーへの復帰はいつになるでしょうか。最終的には保護観察というところに落ち着くだろうが、これほどの騒ぎを起こした生徒をアカデミーに復帰させるのは。私が面倒を見ます。あの子がアカデミーに帰って来られるならその手助けをしてやりたいんです。お前の気持ちは分かった。ならば。待ちなさい。問題はあの子の気持ちの方だ。今は厳しい立場に置かれている。ましてや本人にその気がなければ。これからあの子に会ってきます。うん？なぜなら俺は彼女の担任だからです。ただいま。おかえり。おう、おかえり。父ちゃん、なんでいるんだってばさ。言っちゃダメか。たまには早く帰れることだってあるんだってばよ。で、どうした。父ちゃん、あのさ、聞きたいことがあるんだけど。なんだ、珍しいじゃねえか。クラスの友達のことなんだけど。ああ、筧すみれだっけが。怪我して休んでいるんだったよな。ちげえよ。俺、あいつが何をしたか知ってるんだってばさ。ひまわり、ご飯の準備手伝って。はーい。委員長は俺たちの仲間なんだ。わかってる。確かに今は難しい立場に置かれている。でも父ちゃんに任せてくれ。悪いようにはしねえ。じゃあアカデミーに戻してくれよ。それは今は何とも言えない。なんでだよ。父ちゃんおかげだろ。おかげだからって何でも自由にできるわけじゃねえ。里のみんなのことも考えなきゃいけない。大丈夫だ。悪いようにはしねえって言ったろ。だからお前はあんまり危ねえことに首を突っ込むな。なんだよそれ。俺だってやるときはやるんだってばさ。ご飯できたわよ。ああ、うまそうな匂いがするってばよ。ちょっと待てよ。ほら早く食わねえと、せっかくの飯が冷めちまうぞ。話を聞けってクソ親父。もう体はいいのか。はい先生、うん、私のしたことは許されることではないと思っています。こんな私のことを友達だって言ってくれるみんなのためにも自分の罪を償わなきゃ。結論を急ぐ必要はない。でも私は先生のチャクラを。気にするな。あれで俺は教師として成長するきっかけをもらったんだ。そんなこと。お前の交流期間はもう終わる。犠牲者が一人も出なかったことが幸いしてな。ただ一つ言っておく。諦めなければ今まで見えなかった選択肢が見えてくる。望むなら里から出てゆっくり考える環境を用意させよう。なぜなら時には逃げることも恥ではないからだ。時間はある。お前の体には
もう御頭天皇はない。その体はお前自身のものだ。先生。父さんが急に他の里のアカデミーの書類を集めてきたんだ。え？イノジン君転校するの？なんで僕が。もしかして委員長か。え？まだわかんないけど、父さんがこないだの事件の担当者だから。やっぱりこのままアカデミーに戻るのはきついか。そんな。このことボルトには言ってねえよな。ああ、あいつが知ったらめんどくせえことになるに決まってる。今は黙っておいた方がいい。今日は校舎に組まれた足場での戦闘訓練を行う。前に校舎を壊した訓練と似てるね。じゃあまた同じ結果になるんじゃねえの。俺はお前たちを信じている。しかしそれでもあえて言っておく。この訓練で一番大事なことは絶対に校舎を傷つけ。よし、張り切っていくってばさ。2チーム同時にスタートして下から上に駆け上がる。1人でも先に上についたチームの勝ちだ。相手への妨害も許可する。この訓練は心臓に悪い。大丈夫ですか先生。ああ、なんとかな。あの、どうしてこの訓練をすることになったんですか？お前たちが校舎を壊したことがトラウマにならないよう、今度は成功体験を与えるようにという校長の配慮だ。私たち別にトラウマになんてなってないんですけど。アブラメ先生。家計スミレが？ん？すまないが、これを頼む。先生！行けデブ。動けるデブ。よう、メタル、みんな見てるぞ。嘘だろ。ちょっと先に行け。デブの底力を見せつけてやれ。ふう、動けるデブ最強だし。まだ行くよ。ミツキ、こいつら大したことねえぞ。確かにそうだね。それは使い方によるでしょ。なるほどね。そういうことだ。どうだ、ボルトに負けてねえだろ。ミツキ、この状況じゃ勝ちはねえぞ。やっぱこいつら敵に回すと厄介だってばさ。ねえボルト、僕も新しい選択肢ってやつ試していいかな。いい、何でも試しちまえ。しまった。ここかな。何言ってるの？あ？みんながいつもやってることじゃないか。それにボルトは僕がやろうとしていたことに気がついてくれたよ。バカが二人に増えちゃったよ。どうだシロ先生。あれ、サラダ先生は？わかんない、急に委員長がどうとか言ってどこかに行っちゃったから。もしかして何か知ってるのか？あ、いや、その…
委員長が他の里に転校になるかもって話。なんだよそれ。私らもそんな話聞いてないよ。委員長どうなるの。待てよボルト。うっせえ。こうしてる間にも委員長が。あ、先生。みんな、ただいま。すみれ、すみれ、委員長。お、ちょっと待って、みんな。あれ委員長、いつものやつは。ありえない選択肢を選んだやつがもう一人いたようだな。これで全部元通りかな。さあな。前よりひどくなったんじゃねえか。サスケ、遅かったな。なっ、お前な、分身とはいえ俺の足でも随分かかってんだぞ。もう帰り方もわかんねえし、たく、どこなんだよここは。俺に聞くな。で、巻物は。断蔵がここまでかぐやの秘術に迫っていたとはな。そうなのか。俺にはさっぱりだってばよ。だがこれがあればかぐやのいた空間に近づけるかもしれん。おい、もう行くのか。一旦里に帰ってきてもいいんじゃねえか。ナルト、さくらにはお前から伝えてくれ。いつもすまないな。すまねえのはこっちの方だってばよ。ヌエの開いた門は閉ざされた。しばらくは上岸の出番もなさそうだね。だがやはりこれは一時しのぎだ。いずれ神々はこの地に天下る。ふん、まずまずの実りというところか。どうだった。かぐや姫の世界にほころびが見られました。空間局率16を突破しております。ほう、かの世界は収穫を待つばかりであったはず。空間局率が10を超えれば直ちに異常として一族に報告する定め。それを怠ったということは奴め背いたか。
あるいは出立の準備を進めよ、錦式。